よし、やっていこうかな。馬のプリンス様。結構久しぶりだな。うわぁ、音でかい。音がでかい。毎回この音の設定ミスりながら始めちゃうんだよな。始めにしとけのにね。第6話、試練のファンファーレ。結構あれから日が経っちゃったから忘れちゃったな。次何だったかな。なんだかんだでトレーニングに付き合ううちに、競走馬としてレース出場するまで見届けようと私は決意するようになった。その時ふと一つの疑問が湧いた。一度もレースで走ってるところを見たことがないのだけれども、本当に競走馬なの？確かに。競走馬って言ったらもう本当に活躍してないとね、おかしいよね。レースのためとも思えないトレーニングを見せられ続け、あげくバイトまでしている。あ、そうだね。もしかしてただのイケメンバただのイケメンバってわからんけども。不安を抱きつつも、私の足は牧場へと向かっていた。まあ、あれから牧場に戻ったんだね、ユーマたちは。おはようございます。ピリピリ。あ、ピリピリしてる。試合前だ。ピリピリ。お前も？なんですか？皆さん口でピリピリ。口で言ってたのかよ。今日レースだべ。え？今日は初出走の日だべ。え、レースに出るの？やっと来た。今までのトレーニングの成果を見せるときさ。へえ、今までのがトレーニングだとは思えないけど。で、これからレース場に向かうんですか？そうだべ。そろそろ出発しないと乗り遅れちまうべ。乗り遅れる？移動のときって専用トラックあるんですよね。そんなの呼んでねえべ。電車、電車で行くべ。公共交通機関を使うのかよ。乗れるのかな？動物ってあれなのかな？ね、乗れるのかな？どこまで乗れるんだろう？そもそもね、犬とかって乗れるのかな？電車。そうだべ。万が一遅れても、遅延証明書が出るから安心だべ。って馬が乗れるわけないでしょ。会社かよ。ごちゃごちゃ言っとると遅れるべ。遅延証明書とかすればあるな。会社で遅れそうだったら出すんだよね。ゴリコ遅れるなよ。でもいいね。あ、レース場だ。ついた。釣り革を器用に掴んでたわね。結局乗ったんだ。慣れたらどうってことないさ。バイト先も電車だったからね。周りの目線は一切慣れてなかったけどね。普通にさ、どういう目線で見られてたのかな？これイケメンとして見られてたのか、もう馬が乗ってるとして見られてたのか、どっちなんだろうね。お。おじさん何その格好？湿気ですね。初対面の紳士に向かってその態度を改めていただきたい。また別の人なんだ。だから最近で若者できたら、ぶつくさぶつくさ。どうしちゃったのよ、おじさん。なーにしてるだべ。え？ギャー、おじさんが二人。あ、弟のジョッキーだべ。ユーマの騎手をお願いしてるだべ。結構あれだね、兄弟やるね、このおじさんね。というか、似すぎでしょ。ここの兄弟は多分クローンなのね。またも湿気やな。英国紳士の私とこんな田舎者を一緒にしないでほしいですね。へぇ、髭が濃い方がジョッキーだね。なるほどね。わかるかい。以後気をつけるように惑わず。はぁ。思いっきりそれフランス語なんですが。ごちゃごちゃ言ってねえで準備するべ。今日の最終レースに出走だべ。なんだかんだで私も緊張してきたわ。ゴリコ。このレースで勝ったら大事な話があるんだ。何そのフラグ。言っちゃうんだね。負けるの？いや、死ぬの？だから最後まで俺の走りを見守ってくれよ。わかったわ。初の晴れ舞台頑張ってね。ドキドキするな、でも。さあ、レース向かうべ。おプリンス・オー、なんで書いてある？ミッションスタート。プリンス・オー・ブラグ。なにもう始まってんの？このね、びっくりマーク押せばいいのかな？はい。なにこれ。おお今明らかに蹴ったよ。そういうこと？なるほどね。これでレースを勝ち進んでいくと。で、蹴ると。かわいそうだよ。なるほど。こうやってやるね。今までの、まあ、基本的に一緒だけど、こうやってこう、押して蹴りまくると。オッケー。やる気高めようか。どうすなら。ちょ、トークで高めるか。この中で俺勝てるかな。くよくよするな。で、B が絶対勝てるよ。C、勝負は時の運。毎回これ難しいんだよな。くよくよするなは、絶対勝てるよは、こうレースを甘く見るなみたいな、逆に怒られちゃいそうで、
勝負は時の運。そうやって丸投げ、くよくよするなってこう男らしく導いてくれる方がいいんじゃないかな。こういう土壇場でね。土壇場でやっぱり強い女の人にやっぱ惹かれたりするよね、男の人は。A だね、A。お。あー、グッドか。まあまあまあ、よかろよかろ。んじゃあなんだろうな。多分絶対勝てるは違うと思うから、勝負は時の運が、正解な気がするな。次、走ってる俺の姿はどう思う？ A、蹴りが甘いわね。B、かっこいいよ。C、え、あれで走ってるの？どうしようかな。かっこいいよ。蹴りが、かっこいいよは A だ。A じゃない、15%。え、あれで走ってるの？蹴りが甘いわね。蹴りが甘いわね。蹴ってることを指摘されるとどうなんだろうな。C は地雷な気がするけどな、普通に。いや、A だね、A、A。グッドか。じゃあなんだろう、かっこいいよがエクセレント？ちょっと難しいな、今回。OK、やる気 52% ね。で、もう一回トーク行こうか。これで 80% まで上げたい。さすがに初レースは緊張するな。A、弱音吐くな。B、私も。C、手に人って書いて。書けるかなぁ。C、書けるかなぁ。私も。弱音吐くな。C かなぁ。わからん。これわからんなぁ。もう C で行ってみようか。C で。はい。しかも落ち込み方がようわからんわ。マジか。やばい、やる気30なら全然増えてねえ。どうしよう。一回ちょっと、進めるか、こっちで。ちょっとあれ、早送りね。とりあえずこれで早送りして、ちょっと動画外で、いろいろ進めつつかな。一旦、待っててみんな。すぐ進めるから。はい。はい、オッケー。馬が、もう馬のやる気やばいね。100% だし、馬の上のゲージもだいぶ溜まってるし、これはもういけるんじゃないかな。ちょ、そっか、じゃあ、はい。やばい、見よってん。飛んでからの、ドーン。もうどんどんね、動きがダイナミックになるんだよね。あら、これ届かないかな。いける？ 75 ポイント。あ、もういけそうね。でもどうせならやる気マックスでいきたいから、ちょ、一回トーク挟むかじゃん。苦しい、もうダメだ。あ、これもね、もういっぱい質問答えまくったから、答えも知ってるの、これ一発。ゴーリコのために負けないぜ。エクセレント、オッケー。100% ね。これさ、もう、なんていうのかな、何回ぐらいしたかな。実はこれ、このゲージこれまで貯めるのに相当どれぐらいかかったかな。30分ぐらいかかってんだよね。相当時間かかんの、マジで。んー、まあいいや、どうでもいいよ。はい、進めるよ。はい。いけるいける？いけた。馬との絆が深まった。どうなるのかな？あははは。めちゃめちゃハマってんじゃん。さあ、最終コーナーを回って直線だ。各馬一斉に鞭が入る。まあ、各馬一斉ってあれなんだね。あんだけ蹴られまくって、他の馬まだ生きてんだね。おっと、戦闘集団から抜けたのはプリンス・オブ・ラブだ。進路妨害も何のその。強烈な後ろ足で、後続馬を蹴散らしていく。その差2馬身から3馬身。2位以下を大きく蹴らして今ゴールイン。おおめでとう。シュールそのものやな、これ。この全体図はあまり見ることがないけど、これやばいな。勝った。しかしだいぶ大穴だったよね。会場から怒号と悲鳴が聞こえるわ。でも走ってるユーマは素直にかっこよかったな。やっぱり紛れもない競走馬だったのね。あ、ユーマが大事な話があるって言ったけど、何かな。なんだろうね。これ1位になるってことはさ、かなり賞金とか出るだろうから、そういう分け前の話かもしれない。もしかしたら。ね、もしかしたらそういう黒い部分も、話が進むのかもしれない。今日は忙しそうだったから、今度聞いてみようと。ということで、次回予告。ライブ会場へ小走りで急いで向かうゴルコ。なんでだろう？その表情はどこか険しい。たどり着いたライブ会場はすでに超満員のお客で埋め尽くされている。
ゴルゴが見つめた歓声に包まれたステージの上には熱唱するユーマの姿があった。何でもありやな。これ大丈夫なのかな。ね、顔はどういう風に見えてんだろう周りから。次回、歓喜のウィニー。なるほどね、楽しみやな。これ何話ぐらいあるんだろうね、全然飽きないっていう感じで、もう今日はこの辺でいいかな。うん。次回、歓喜のウィニー、楽しみに、楽しみにやっていくことおかしいな。楽しみにしててください。はい。というわけで今日はここまで。みんなバイバーイ。